はい、僕の優勝予想させてもらいます。1回戦は、やっぱピーターズ選手がトーナメントとかまだこういう時は強いと思うんで勝つと思います。はい、で第2試合は、これはセームシュルトが勝つとは思うんですけども、京太郎選手に日本人一人で入って頑張ってほしいんで、応援の意味を込めてこちらに勝ってほしいなっていうのがあるんで勝つと思いますね。で、この2人の選手は、最近出てきた選手なんで、ちょっとどちらが勝つか全く分かんないですけど、なんかこっちの方が強そうに見えるんで、こっちが、ダニエル・キタでしたっけ、はい、選手が勝つと思います。で、一番好きな選手アリスター・オフレーム、同じ総合なんでオフレーム選手が、圧倒的に勝って、で、あと2回戦ですね。2回戦の方は、アーツと京太郎選手で、これもちょっと難しいですけど、アーツ選手勝ちそうな気がしますね。で、決勝に行って、こっちはもうまたアリスター・オフレーム選手が勝って、で、最後またアリスター・オフレームとピーターズで争って盛り上がって、最後は膝蹴りかなんかで KO すると思います。はい、優勝予想はアリスター・オフレーム選手が優勝です。はい、はいはい、私が優勝すると思う選手は、アリスター・オフレーム選手です。はい。